ちり首位固めをしたい中村監督。しかし選手には優勝を意識した硬さは見られず、いつも通りのリラックスムードです。笑われるかもしれないですけど、僕は開幕からもう優勝を意識して、言葉に出して言ってましたんで、まあ、チーム全体そういうムードでね、最初からやってましたんで、ここに来て、優勝争いだっていう気持ちはないですね。阪神の先発は8月13日以来勝ち星のない中込。1回いきなりワンアウト2塁のピンチを迎えますが、3番屋敷を見逃しの三振。4番シーツも得意のシンカーで詰まらせ、太陽に得点を許しません。そしてその裏、阪神の打線が爆発します。ヒットの亀山を一塁に置いて3番オマリー。遠藤の低めのフォークをうまくレフトへ流し打ち、エンドランがかかっていた亀山、一気にホームを踏んで阪神まず1点を先制します。ツーアウトとなって5番八木、これまたレフト線を破るタイムリーツーベース。さらに先日の広島戦でサヨナラホーマーを放った新庄も左中間を破ります。阪神3本の二塁打で3点を挙げ、5万5000の大観衆は当然。さらに阪神は続く2回、8番の山田、打ってくださいとばかりに真ん中に入った遠藤のボールをバックスクリーン横まで運ぶ第3号のソロホームラン。優勝を狙うチームの勢いをまざまざと見せつけ、阪神4対0と大きくリードを奪いました。一方、ホエールズのユニフォームを着て甲子園でプレーするのはこの日が最後となる太陽も4回、4番シーツが第23号のソロホームランを放ち1点を返します。目下6連勝中の阪神、4回には新庄を一塁に置いて6番藤がヒットで続きます。このボールを名手の屋敷が弾くと見るや、一塁ランナー新庄思い切りよく3塁を奪う好走塁を見せます。このチャンスはものにできなかったものの、続く5回、和田の当たりはライトへ。今度はレイノルズが後ろへそらす間に俊足の和田、一気に三塁を落とし入れます。ここでバッターは2番亀山。亀山は期待に応え、前進守備の 1,2 塁間を破るタイムリーヒット。阪神貴重な追加点を挙げ5対1とし、太陽を突き放します。中込は4回以外は全く危なげないピッチング。無四球の完投で9勝目を挙げ、阪神は7連勝。7年ぶりの V に向けてますます勢いに乗ってきました。